スーパーマリオ RPG、やっていきます。よく見ろ、クリボー RPG なんだぜ。クリボーって、ドラゴンクエストで言ったら、スライムでしょ？そんなのを主人公にしても、すぐ勇者にやられるのがオチじゃん。そのうちに、エンカウントすらめんどくさくなって、トヘロスやら聖水やらを使われてしまう運命なんだよ。そんなクリボーなんかを主人公にするよりも、やっぱりマリオ、いや、ここはこの私霊夢様が主人公になるべきなんじゃないのかな。そうだ、どう考えたってそうだよね。よし、制作者の方にお願いしてこよう。もしもし、このゲームの主人公にふさわしい霊夢ですが、コナさんいらっしゃいますか？あれ、聞こえなかったのかな？よし、もう一回。もしもし、このゲームの主人公にふさわしい霊夢ですが、コナさんいらっしゃいますか？あれ、マリサ、コナさんでかけてるのかな？うざい奴だったなと思って、イルスを使われてるに決まってるだろ。見た目、賢さ、性格、勇気、すべて揃った私のどこがうざいっていうのよ。あえて言えば、お前の存在そのものがうざいんだぜ。ちょっとマリサ何言ってるのかわかんない。だってほら、クリボーなんてファイナルファンタジーで言ったら、ゴブリンみたいなものでしょ？隠し召喚獣として呼び出せるようになるために、何百匹も倒すことになるあいつでしょ？そのうちにレベルが上がりすぎていて通常攻撃の方がはるかに強くなっていたりして、ゴブリンパンチ弱かっこわらとか言われちゃうあれでしょ？レベル上がりすぎていて、ミストドラゴンは瞬殺できるのに、ミストの村で戦うリディアには絶対に勝てなくて、虚しさを味わうことになる、あのゴブリンと同レベルでしょ？そんな奴を主人公にするよりも、やっぱりここは財力、社交性、品格と全部揃った私が主人公になるべきだと思うんだよね。ね、マリサも、そう思うでしょ？では、コナさんそろそろ帰ってきた頃かもしれないから、もう一回行ってきます。コナさーん、誰からも慕われて、迷路活発で、都民の皆様からお預かりした税金の不正使用なんか絶対にやらない霊夢さんが来ましたよー。あ、あれ、まだ帰ってきてないのかな？よし、ではもう一回。いい加減にしろよ、お前。何？いい加減早く主人公になってしまえって。わかったよ。マリサも応援してくれてることだし、清き一票を都民の皆様からいただくために、もうちょっと街頭演説に出かけてくるよ。皆様、この度マリオメーカー主人公に立候補いたしました、赤まんじゅう霊夢です。私が主人公になった暁には、マリオメーカーからクッパを排除することを約束いたします。また、今まで散々親の絵を借りて好き放題してきた七光の罪状を取り替えにて徹底的に追求し、不正に使用されたコインをすべて回収し、徹底の卵などの育児保育に使うことを約束いたします。その他には公明ブロックの廃止、地区ステージの投稿をできないようにし、皆様に楽しんでいただけるマリオメーカーのバージョンアップをいたします。さらに目玉企画として、ウプ主の A の近所にポケストップを5カ所くらい配置し、モンスターボールかっこポケボールに困ることのない快適なポケモンボーライフもお約束いたします。そして伝説の鳥ポケモンファイヤーを発見したのに捕まえることができなかったと落ち込んでいるウプ主をこの世から排除することをお約束いたします。ポケモン GO のくだりはマリオメーカーと全然関係ないじゃないか。第一、その予算はどこから賄うつもりなんだ。まず消費税を 30% にし、1日1回は白霊神社の参拝を義務付けし、お賽銭は1000円以上入れるのを都民の義務といたします。安心したぜ、お前が当選することなどまずないが、仮に当選したとしても政治活動費の私的流用ですぐに捕まるのは目に見えてるな。そこはほら、バレないようにうまくやるから大丈夫だよ。任天堂の社長さんと話し合って、私のアミーボも出してくれるようにお願いしないとね。なあ霊夢、一言言ってもいいか？うん、何？このコース、ここまでまともに実況を全くしていないんだが、どうまとめるつもりなんだ？とりあえず、私の公約でもあるクッパを排除するところを有権者の皆様にご覧いただき、嘘をつかない主人公兼都知事候補であるところを皆様に納得していただこうと思います。セリフが長すぎて、見ていただいてる方に全く伝わってないと思うんだぜ。あ、そういえばそろそろコナさん帰ってきたかな？おーい、コナさーん。未来の主人公兼都知事の霊夢さんが来ましたよー。最後まで無視されてたな。お願い、私が主人公のコースを作ってください。今回も全く実況ができず申し訳ありませんでした。コナさんお願い。この後はおまけパートとして演奏系コースを2本ご紹介いたします。まずは風の谷のナウシカです。Thank you.
続きまして、耳をすませばで使われて有名になった、カントリーロードです。リア充爆発しろ。ちなみにウプ主が好きなジブリ映画は、トトロ、魔女の宅急便、ラピュタ、耳をすませば、お前でポロポロ、です。魔女の宅急便のブブロブ肉、いつか行ってみたいです。今回はこの辺で終わります。ご視聴、ありがとうございました。